さんどうも、はじめまして。アンセムのベースをやっております柴田です。ボーカルの森川です。僕たちアンセムは1985年に、デビューしたバンドです。それから相当長い間経って、一度バンドの活動を停止しましたが、2001年に再結成をして、ここまでやってきました。再結成してからの方がバンドの活動はずっと長いという、まあ日本でも多分すごく珍しいタイプのバンドだと思います。ここにいる森川君は、アンセムの2代目のボーカリストで、坂本栄三、森川幸男、そして、リスタートした時にまた坂本栄三、そして森川幸男という形で、常にボーカルをは横を向くと彼がいるっていう、感じで、なんとかここまでやってこれました。アルバムももう十数枚発売してますし、まあこのような時代、 YouTube もいろんなもので、皆さんもアンセムのことは多少知ってる方もいるかもしれませんが、その三十数年の、はい、歴史の中でついに、ベストアルバムを世界に向けてリリースすることができますし、ここからまた、皆さんの前で、パフォーマンスをできることもあるかもしれません。僕たちもすごく楽しみにしてます。